はい、ともくりです。トレクルやっていきましょう。ということで今回は麦わらの一味ブルック、ロビン、フランキーの超進化やっていきたいなと思います。で、今回でですね、麦わらの一味の超進化完了するわけなんですけれども、まあ、超進化すると、ボイスが追加されたりするのでね、それをまあ聞きながらで、最後に攻撃モーションと必殺技紹介で、性能まだ知らないので、まあ、超進化させながらみんなと一緒に見れたらなと思います。で、順番はですね、この左からブルック、ロビン、フランキーという感じでいこうかなと思うんですけれども、スカルに関しては前日からちょっと用意しておきました。はい、そんな感じです。じゃあ行きましょう。まずブルック、はい、イラストもね結構楽しみなんですけど、まあ、ちょっとちらっとね見ちゃったんですが、一応進化素材は変わらずですね、専用のスカルと虹の番流ですね、こんな感じです。では行きましょう。一応ね解放はね終わらせてあるんですけど、はい、お願いします。超進化、これいつ見てもかっこいいな。これはということで進化完了です。で、結構ねブルックは最近スペダンとかでもね来たしね、いろんなブルックいるんだけど間違えやすいよねこれね。ということで性能を見てみよう。はい、あ、キャラを1回進化させよう。はい、ありがとうございます。で、じゃあ1個ずつ見てこうか。力は私めが汗三次で捕まつり候。はい、敵全体の攻撃を一旦遅延させ、一味のスロットを一旦固定ですね。11ターン、あ、割かし早い。うん、割かし早く打てる。で、遅延持ちか。結構あれかな、ガチャゲンのブルック持ってない方は結構いいんじゃないのかな。まあ、ガチャゲンに関しては、エンハンスなんだけど、一旦固定だね。一旦固定なんで、結構、それこそ斬撃のゾロとかミホークパーに、まあ、キザル持ってる方はキザル入れてスロット変換して、でそのスロット固定させるみたいな、その要因で使ってみてもいいかなと思うんですけど、まあ技になるので、まあ、ゾロパーで入れてしまうと、まあ、技でちょっと偏っちゃうかな。まあでも一旦遅延は結構優秀なんでね、うん、遅延持ちって結構優秀なのでそこそこ使えるんじゃないのかな。うん、ガチャゲンで、まあ、ブルック持ってませんよっていう方は、まあ、スロット固定要因で入れてみてもいいだろうし、うん、なかなか強いんじゃないのかな。11ターンで打てる、一応戦長効果自由タイプキャラの攻撃 2.5 倍でターン終了時体力を、まあ、回復する、いくつだ430回復する。おう、そんな感じです。まあ、戦長で使うことはないと思うんですけど、船員で結構使い道はあるんじゃないのかなっていう感じで、骨そのものが傷つかない限り攻撃は私の骨身には染みない。骨そのものが傷つかない。さあ私も任務を果たすとしましょう。よほほほほ、見つけました、希望の光を。骨そのものが傷つかない。しからば私めが長谷三次で捕まつり候。おお、かっこいい。この多分4つかな、これがボイスが全てだと思うんですけど、かっこいいな。うん、ということでブルック超進化完了です。はい、次行きましょう。はい、ということで続いてロビンですね。で、スカルが2個あるのは前日に1個落としたのと、あとはもう1個はまあとりあえず配布のやつロビンにしとこうかなっていう理由でロビン選んだんで、なので2個あります。ということで行きましょう。あー、いいね、このボイスいいね、このボイスいいわ。で、結構これさガチャゲンとかにそっくりなんだけどさ、うん、間違えやすいよね。まあ属性が違うんでね、その辺はまあ良かったんだけど。よし、性能見てみよう。はい、いいわ、任せて。で、これね本当申し訳ないんですけど、このロビンが解放終わってないなので、ちょうどですね、そのハロウィンのイベントが戻ってくると、復刻で戻ってくるので、なので、まあ、そこでちょっとしっかり終わらせようかなと思います。で、このロビンね結構いいんじゃないのかなと思うんですけど、これ封じ船長向こう
必殺封じを3ターン回復で、一味の必殺ターンを1短縮と。で、14ターン。うん。これさ、今パッと見思ったんだけど、襲来白ひげ、あ、白ひげじゃない、シャンクスか。シャンクスの、先制で必殺封じと戦場無効を得られるんで、それの対策とか、あとは、前回の動画でも言ったと思うんだけど、結構ね、最近、封じ戦場無効っていうのが、能力解放で、しきれない、解除しきれない敵が結構多いので、なので、まあ、そういう弾く要因としては、なかなか、まあ、このガチャとかじゃなく、その、まあ、配布、言ったら、まあ、結構ゲットしやすいキャラの中での性能は、そこそこいいんじゃないのかなと思います。で、あとは、まあ、最近流行りの一味の必殺ターンを1短縮。で、短縮も入ってて、っていうところなので、結構使い道ありそうな気がする。で、まあ、タイプとしては格闘白式なんで、白式パワーは最近、あれかな。で、入れるとしても、どうしても修行ロビンとかになってくると思うんで、格闘パー、あとは心のパーティーかなと。まあ、無理やり突っ込んであってもいいぐらいの必殺技を持ってるので、結構優秀な方だと思います。ガチャゲンに匹敵するレベルの必殺技を持ってるかなと。はい、3ターン回復、この3つを3ターン回復するっていうのは結構でかいと思うんでね。はい。で、解放は、まあ、先ほども言った通り申し訳ない、ちょっとできてないんで、これはしっかり終わらせようかなと思います。はい、じゃあ次行きましょう。はい、最後フランキー。これね、イラストを見た時に一番この3人の中でイラストは好きだったキャラかなということで行きましょう。はい、はい、アーマード俺、うん、素晴らしい。っていうかね、今気づいたんだけど、ロビンのボイス聞くの忘れてた。ちょっとね、一緒に聞きたいと思うんで、とりあえずフランキーの性能だけ先に見ちゃおうかな。はい、行きましょう。フランキー、フランキー、いた。性能見ていきましょう。それが俺のストロングスタイルだ。これ必殺技がなかなか優秀かな。うん、敵全体にキャラの攻撃かける35倍の持続性ダメージを与え、射撃と自由タイプキャラの肉連スロットを持続性スロットに変換する13ターン。これさ、ちょっと思ったんだけど、シャンクス、襲来のシャンクスってルフィとちょっとぶつかっちゃう部分があるんだよね。例えばルフィを使うと、その技心速をジスロにすると、ジスロ扱いにする、扱いにするなので変換ではないんでね。だからシャンクスとどうしてもぶつかってしまう。先に使っちゃうとシャンクスの効果がスローエンハだけになってしまうんで、そこを補うための要因としてルフィパに入れるっていうのもありかな。で、13ターンってこれ多分ルフィのマックスターンと一緒なんで相性いいかもしれないですね。今回その、なんだろう、性能というか必殺技だけ見ると一番使う頻度は高そうな気もする。うん、正直、まあ、ルフィの即技心が実論扱いになるっていうだけでもまあ十分なんですけど、まあでもこれ使うだけでほぼほぼ実論にすることができるんで、結構使えますね、このフランキー。うん、素晴らしい。まあシャンクスがいればまあ事足りるかなとは思うんですけど、まあでもそこをジスロ扱いにできるというか、まあ、ジスロにできるので、スロット変換とね、ジスロ扱いにするっていうのはまた別物なんでね。うん、これはなかなか優秀じゃないかな。結構、この中、今回の3人、まあ、改めて見てみると、これが一番ありかなと思います。そんな感じですね。はい。じゃあ最後、ボイスだけ聞こうかな。それが俺のストロングスタイルだ。もはや俺は陣地を超えた。お安いご用だ、兄ちゃん。そいつの名はアーマードオレ。お、ちょうど4つ全部出てきたかな、今。多分4つで全部だと思うので、これとちょっとロビンを紹介しようか、最後。2年間待たせちゃったわね。あら、楽しそうね。
2年間も待たせちゃったわね。2年間もいいわ、任せて。この国には重要な世界の歴史が眠ってる。はい、ということで超進化完了ですね。で、フランキーが一応そのルフィーパーで結構輝くんじゃないかなっていうところと、あとはあのブルックに関しては、まあ、遅延と、あとは固定を持ってるので、まあ、固定に関してはキザルとかと組み合わせて、まあ、ノージスロ2ターンで攻撃できるとか、そんな感じかな。で、ロビンが、もうサポート役になってくると思います。で、襲来シャンクスだったりとか、まあ、もう今対応できない富士船長の部分を、まあ、対応していく。っていうサポート役として使えるかなと。なので、今回3体とも、まあ、非常に強力な必殺技を持ってるんですけど、この中で言うと例えば、まあ、ルフィ持ってるっていう方だったらフランキーを優先してみたりとか、まあ、そんな感じでいいと思います。で、一応超進化するかしないかに関しては、まあ、モード模様でしちゃっていいかなと。で、性能はね、完全に上位互換になってくるんで、結構フェスゲンの超進化ってなると、するかしないか迷う部分とかあったりするかもしれないんですが、まあ、これはもうとりあえずしちゃっていいんじゃないのかなっていう気がします。ということで、まあ、最後モーションと必殺技だけ紹介していきましょう。はい、ということでパーティー組んできました。で、ルフィとゾロについてきていただいて、フレンドさんルフィお借りしてます。これは完全に全部超進化の一味なんですけど、とりあえずですね、ロビンとブルックとフランキーちょっと紹介できればなと思います。いきましょう。ビームだ、ビーム。あ、ブルックはね、多分むずいかな。ブルックが一番むずそう。ちょっとタップしてみようかな。いきます。はい。あ、でも、あ、やばいやばい、ロビン見せた、ロビン見せた。ブルックわりかしタップしてみたら楽だったな。結構やりやすい。うん、でもまあ、全キャラ比較的タップしやすいのかなと思うんですけど、とりあえず、まあ、フランキーのビームがめちゃくちゃかっこいいっていう、まあ、それだけです。はい、必殺技いきましょうかね。フランキー、ブルック、ロビンっていう感じでいくんでね、最後、まあ、これを見てお別れしましょうか。はい、いきましょう。おお、すげえ、めちゃくちゃかっこいいな、めっちゃかっこいいな。よし、で、ブルックとロビン行きましょう。はい。お寒うござんす。お気をつけて。かすり。うぶき。いいね。やっぱ2年後の一味のさ、必殺技めちゃくちゃかっこいいよね。はい。じゃあ最後、ロビン使ってみましょうかね。はい。あー、でも結構ロビンはあっさりしてたね。まあでも、うん、綺麗だからまあいいか。美しいというところでね、まあいいかな。はい、ということでブルック、ロビン、フランキーの超進化やってみたでございました。結構性能としては3人とも優秀なキャラなので、はい、ぜひともですね、3人とも超進化してみてはいかがでしょう。で、スカルに関しては、1個配布でもらうことができるのと、プラスで、3D2Y でそれぞれのお話でね、虹の箱落とすことができるんで、わりかしですね、自分の場合は10周ちょいぐらい、それぞれが、うん、それぞれが10周ちょいぐらいで落ちてくれたんで、そこまでドロップ率悪くないんじゃないのかなっていう印象です。なので、まあ、お時間ある時にでも周回してみてはいかがでしょう。はい。で、他にもですね、いろいろ動画撮ってますので、ぜひチャンネル登録お願いします。はい、高評価もぜひよろしくお願いいたします。それでは、グリでした。バイバイ、ありがとう。